こんにちは、速稼塾の久保でございます。いつも令和セルシオシリーズね、ご覧いただきましてありがとうございます。なんかこのシリーズの特別なファンの方もいらっしゃるみたいで、他の動画は見ないけども、このドライブ動画ね、令和セルシオシリーズだけは見るんだよって方が前もね、何件かコメントくださって、でもドライブ動画とか元ブログってあるもんなみたいな感じで思ってたんですよ。で、今回ね、この動画を撮らせていただいたのは、その数少ない令和セルシオ動画ファンの中から、その私のね、セルシオを売る機会があったら売ってほしいんだっていう風に言ってくださったんですよね。まあこれはちょっと私も想像してなかったんですけども、嬉しいことだなと思いまして、今回動画に変えさせていただきました。本当にね、お申し込みいただいた方ありがとうございます。結論申し上げますと、すぐ売るつもりはないんですいません。まあ最近ね、このなんですか、サンマルセルシオの後期っていう方の資料の中でも、まあ、こだわりの方っていうんですか、そういうのもなかなか見つからなくなってきてると思うんですよ。というのが、玉数も少なくなってきてるんですけども、買った方がね、手放さないっていう例が出てきてるんですよ。というのが、売るときってこういう車って、まあ二足三門なわけですよね。でも買うときって一丁前に、まあ100万前後とかするわけですよ。そうなると、持っておいた方が、まあ税金とかね、かかるんですけども、まあでも得かなっていうところありますよね。普段乗りもできますしね。で、今回ね、私のセルシオが欲しいよって言った方も、私の動画をたくさん見て、あ、こういう方が良かったんだよっていうふうにね、よく思われてたんでしょうね。私も同じ気持ちなんですよ。で、この車って私がね、探して、やっとたどり着いたんですよ。それはデザインもそうですし、それからスポイラーの付き方もそうですし、ホイールもそうですし、なんといっても、後部に、オプションのモニターがついてるんですよね。これ後付けモニターじゃなくって、このセルシオを買った人が最初に設定した時点で、後ろに座っている、まあお客様かお子さんかわかりませんけどもね、後部シートに座ってくださる方のためにつけたテレビなんだろうなと思います。それを先付けしてるわけなんですよ。で、私はこれを探していたんですよね。で、これがついた上で、フルスポイラーで、アルミを変えてってのは結構珍しいと思うんですよ。で、本当に私もね、結構探したんですけども、なかったです。で、仮にあったとしても価格がね、200万とか300万だったら、ちょっと私のサードカーとしては向かないなと思って手を出さなかったと思うんですよ。まあでもね、私の購入時でこれ50万ぐらいで、消費用込みで100万ぐらいだったんですよ。で、安いなと思ってね、買ったわけなんですけども、まさに日々思うんですけども、私の探していたフルスポイラーで、ローダウンで、で、さらに、テレビもついていて、ホイール。内装も私が思った通りのやつでした。革シートじゃない方がいいんですよね。革シートって、熱くなったり割れたりとかするんですけども、私のは布シートなんで、掃除もしやすいんですよね。で、子供がいますけども、すごく乗り心地がいいと。革シートはね、いまいちなんですよね。まあそういったところも勘案して、いや本当にいいの、なんか来てくれたなと思いましたね。いやだからそういう形で今すごく順調に乗ってますんで、手放したくはないなと思うのと同時に、このデザイン、この車が欲しいなっていう人の気持ちもよくわかります。申し訳ありませんけども、手放す際には真っ先に連絡取らせてもらいますけども、こういうのってタイミングなんで、今は欲しいけども、3年経ったらもういらないやってことは結構起きるんですよ。で、私もそれで、子供がもうちょっと大きくなったらね、もうこれいらなくなると思うんですよ。トランザムの方がメインカーになると思いますんでね。だから乗るにしてもあと2年か3年ぐらいかなと思ってるんですけども、その頃にはお申し込みいただいた方がもう必要なくなってる可能性もありますんでね。タイミングですよね。で、タイミングを逃せば、今確かに私もね、じゃあ売りましょうってなったら、多分100万円ぐらいで買ってくれるっていうふうな話にはなると思うんですけども、ただ数年後これを処理しようと思ったら、多分ね、もう値段がつかないようなね、1万とか2万で鉄くずに売るしかないみたいな感じになると思うんですよ。まあでも、本当にそれも、今金銭的に切羽詰まってるわけではないですし、むしろ金ではなくって物を持ってる豊かさをちょっとね、享受したいなと思いますんで、非常に申し訳ないんですけども、販売の方はできないかなってところです。で、今回ね、
私がこういうふうなお話をいただいたのは、ひとえに動画をたくさん出してるから、その動画を見てくださってる人がフォイルを見たりね、スポイラーの付き方を見たりとか、全体像を見たりとか、車のコンディションを判断したりとかして、わ、これが欲しかったんだよっていう風になったと思うんですよ。私の少ないこのアクセスでもそういう人と出会えるわけなんで、中古車屋さんとかはまあ難しいでしょうけどもね、在庫にある車をもっと動画で表現すると売れるチャンスは伸びるんだろうなと思いました。まあ、ということで、中古車のコンサル、動画コンサル、お申し込みいただければやらせていただきます。まあでもね、コンサルするって言っても結構ね、費用をいただかないと私もできませんので、そうなると中古車の代金上がっちゃいますんで、売れなくなるっていうこのパラドックスがありますよね。だからやっぱり中古車屋さんの社員の方とかが、空き時間にやるぐらいしかないですかね。外注してたらとてもじゃないけども、中古車の販売価格上がっちゃいますもんね。はい、という話でございました。引き続き令和セルシオシリーズよろしくお願いします。